浅井山公園とは、愛知県一宮市にある、一宮市立の都市公園である。一宮市が管理する。バラ園国土画像情報国土交通省1982年度撮影上空から、見た、浅井山公園の温湖池。南に流れているのは、日光川である。温古池を中心にした公園であり、広さは3.56ヘクタールである。池の北側にアスレチックジム。 砂場があり、南側は噴水、バラ園、緑地がある。池の周りには桜が植えられている。オンフル池では釣りをすることが可能。また、アヒルなどが放し飼いにされている。過去には貸しボートも行われていたが、1990年代前半に廃止された。水の出入りが少ない池のため、水質の悪化が進んでいたが、 1998年より水質浄化や水生動物の生息場所として、岸や人工の浮島に水生植物を植えたビオトープが整備された。オンフル池は平安時代終わり三名船の一つである、浅井のオンコイに由来する。オンコイは浅井神社付近にあったという。オンフル池は尾張藩が所有していた池であった。1811年、尾張藩主。 徳川成友が落馬で負傷した際、古典医の森林平の治療で完治する。そのお礼として温古い池が与えられ、以降、森氏の庭園となるが、太平洋戦争の影響で手入れが行き届かず、荒れ果ててしまったという。1962年、森氏は温古い池を市宮市に寄贈する。市は公園として整備し、1965年に開園する。 県道市宮高見ヶ原線西屋在交差点東へ100メートルに無料駐車場がある市宮市都市公園一覧表ありがとうございます。